よろぶん、あにょはせよ、メッチマンです。このチャンネルは5月4日にカムバックしたクリスタライズとトリプル S にその日何が起きたかということをおさらいする動画コンテンツとなっております。また各種進行中のイベント情報もお知らせいたします。本日は6月19日から6月25日の分をお届けしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。本日はこのような内容でお伝えしたいと思います。まずはクリスタライズ関係のお話題です。6月21日、タッチプラスのティーザーフォトがリリースされました。ソヒョンも含めた5人分のティーザーフォトがアップロードされています。6月22日、タッチプラスのミュージックビデオがリリースされました。またタッチの応援法ビデオがアップロードされました。6月23日、クリスタライズがミュージックバンクに出演しました。本放送の動画がアップロードされているのでリンクは概要欄に貼っておきます。タッチプラスのミュージックビデオリアクションビデオが公開されました。6月24日、ショーミュージックコアに出演しました。本放送の動画とソヨンとチェヨンのチッケムが公開されているのでリンクは概要欄に貼っておきます。またタッチプラスのミュージックビデオビハインドフィルムがリリースされています。6月25日、大学祭のビハインドムービーがリリースされています。次にクイーンダムパズル関係のお話です。S3 ジュちゃんの第1話で放送されたアップダウンバトルのビハインドフォトがアップロードされました。また6月20日はクイーンダムパズルの放送日でした。この日はソヨンちゃんがチェリートークを披露しました。放送の動画とフルカムがアップロードされています。6月19日から6月25日までは毎日シグナルが公開されました。週末はシグナルウィークリーとシークレットベースサンデーセルフィーシグナルが公開されています。その他 S の情報についてですけれども、6月19日にコスモのアップデートがありました。バージョンは 2.0 になりました。またこの日のシグナルで公開されたカエルちゃんのダンス動画がアップロードされています。6月21日シグナルライブがありました。この日は S6 スミンちゃんと S12 ヨンジちゃんの2人でのシグナルライブでした。また翌日6月22日にはウェイボでシグナルライブが行われました。この日は S13 ミエンちゃんと S7 のナギョンちゃんがゲストで出演しました。6月22日ユビンちゃんとオールマイシングスの初めてのファンサイン会イベントのビハインドムービーが公開されました。6月25日、トリプル S がウォーターボムに出演しました。イエローチームに選抜でこの4名が出演しました。 YouTube のショーツがアップロードされています。 YouTube の公式アカウントから確認してみてください。進行中のイベントですけれども、7月9日 My Music Taste でクリスタルアイズタッチプラスのファンサインイベントが開催されることが決定しました。こちらはクリスタルアイズとソヒョンが追加でメンバーとして参加することになっています。こちらの応募締め切りは6月27日までとなっています。またオールマイシングスとユビンちゃんのファンサインイベント、こちらの締め切りも6月29日までとなっています。これで本日の速報ですは以上になります。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。アンニョーン。